どうもこんにちは、マイクラやってるかい？この前犬のワクチン接種をするために動物病院に行ったんよ。受付の人に、お名前をお伺いしてよろしいでしょうか？って聞かれたから、マロンちゃんです。って元気に犬の名前を言った。そしたら、飼い主様の名前です。って返されたんだわ。恥ずかしい。ママ余談はこれぐらいにして、今日は裏技を紹介するからな。見てけー。1、透明グリッチ。海の中って探索しづらくて大変だねー。遺跡とか海底神殿を探すとなればなおさらだわ。でもねーあんた。透明グリッチっていう裏技を使えばね、楽に見つけられるんだわ。まず海洋バイオームがよく見えるところに行こう。見つけたらね、防具盾を作って好きなところに置く。防具盾を置いたらそれにガラスブロックを持たせるんだ。そして最後に暗視のポーションを使う。それでガラスブロック越しに海を覗くとあら不思議、海がスケスケになってよく見渡せるようになるんだぜ。これなら海底神殿も海底遺跡もすぐ見つけられるな。もちろん水中にいるモブもくっきりはっきりと見えるからな。近くの海洋バイオームの浜辺とかに置くと良いぜ。洞窟を透視する方法は結構知られてるけど、海を透視する方法は知らない人多いんじゃないかねー。みんなもよかったらやってみてな。2、縦ハーフブロック。え？ハーフブロックって言ったら普通横でしょうが。って思うやん。ママでも裏技使えば縦にすることもできるんだわ。まずよ、地面を横3縦3に掘る。掘ったらそこに水を流して全部水源の状態にするぜ。掘った穴の真ん中には石の塀を2つ積み重ねるんだ。石の塀を置いたら画像のようにレッドストーンブロックを置くんだ。そしたら石の塀の方に向いているレッドストーンブロックの面に、それぞれ TNT を設置だ。TNT 波設置した瞬間水に落ちて、少しすれば爆発するな。爆発は水が吸収するから心配しなくて OK だ。するとあら不思議、石の塀が縦のハーフブロックみたいになったぜ。他のハーフブロックとくっつけておくことはできないけれど、建築の幅は広がるんじゃねえかね。ただこれ TNT を置く場所に注意な。石の塀にくっつける感じで TNT を置いたら縦ハーフブロックはできない。だからレッドストーンブロックの側面に必ず置くように。3、飛ぶ豚。豚は基本豚肉にして食べるのがほとんどだと思うけどね。飛べんのよ。いや、飛ぶってのは大げさだな。厳密に言うと落下速度を遅くすることができるんだわ。やり方は単純。だが簡単というわけではない。とりあえず高いところまで行って、そこに蔵を装備させた豚を用意。プレイヤーは人参付き棒を持つんだ。豚に乗ってそのまま飛び降りるんだがな。落ちている最中にインベントリの人参付き棒と何も持っていないところを、交互に素早く切り替えるんだ。落ちている間ずっとな。すると、豚とプレイヤーがゆっくり落ちていくんだわ。なんか草、どういう理屈でなっているんだろうなこれ。あ、ちなみにこの裏技をやることで落下ダメージが防げるわけじゃないからな。地面に到達した時は普通に死にます。豚もろともね、かわいそう。この裏技何に使えるん？って思った人、残念ながらこれは言うて使えるものではないんだな。暇つぶし程度にやると面白いよって感じなんだわ。4、粘着ピストンを増やす方法。これは統合版で確認されているバグでっせ。まずレッドストーン陶器を 3×3 で並べるんよ。でその上に黒曜石を同様に 3×3。黒曜石の上に粘着ピストンを上向きに 3×3 置くんだ。でも注意、粘着ピストンは真ん中には置かなくていいからな。そして粘着ピストンが置かれている真ん中に TNT を置く。下にレッドストーン陶器があるから置いた瞬間発火するぜ。爆発したら黒曜石とその下のレッドストーン陶器は壊れなくて、粘着ピストンだけアイテム化するぜ。その粘着ピストンを回収してみろ。真ん中を開けて設置したから粘着ピストンの数は8個のはずだ。しかし、回収すると9個や10個になるんだぞ。なんでだよ、これな。普通のピストンではなぜかできないんだよ。本当に粘着ピストンだけ。だからこのバグ技はな、粘着ピストンがどうしても8個以上作れない。って時におすすめの技だぜ。5、村人を連れてくる方法。村人は交易をするためには欠かせないでやんすねー。普通の村にいたら危ないから、自分の拠点に連れてくることもあると思う。村人を連れてくるのって結構大変だよな。動物モブみたいに食べ物でおびき寄せられるわけじゃないし、レールを拠点まで引いて、村人をトロッコに乗せて輸送する手段が、一番やられているのかな。でもね奥さん、いい方法があるのよ。まず村人をボートに乗せる。村人がボートに乗ったらリードをくくりつけるんだ。そしたらリードが村人ではなくてボートについた状態になるから、そのボートを引っ張っていけるんだよ。これならトロッコよりコストがかからずに済むな。でもよ、動物と違って自分で段差を飛び越えたりしないんだ。だからなるべく平坦なところや水路、段差を用いて移動するのが良いな。6、ウィザーを簡単に倒す方法。ウィザー、なかなか強くて倒すのが難しいでやんすねー。ビーコンを作る上では避けては通れないよな。よく岩盤を用いた戦法がやられていたり、スノーゴーレムを使った戦法をやられていたりするよな。でもよ、この戦法なら今までの戦い方より簡単に、低コストに倒せるぜ。まず、丸石を積み上げるんだ。ある程度の高さが確保できたら、ソウルサンドを T の字に設置して、ウィザースケルトンの頭蓋骨を置いていくぜ。ここで注意。
これ必ず縦ではなく横に置くようにな。でまだ召喚はしないように。召喚する一歩手前まで来たらさらに上に丸石を積み上げていくぜ。結構な高さまで積み上げたら、画像のようにトラップドアを置いてくれ。これで完成。あとはウィザースケルトンの頭蓋骨を置いて召喚するんだ。ウィザーを召喚したら一番上まで戻って、トラップドアに鍾乳石を置くんだ。鍾乳石を置いたらトラップドアを開く。すると鍾乳石はウィザーの頭上に落ち、大ダメージが入るぜ。このやり方でウィザーと戦えば、鍾乳石9個から10個程度で倒せるんだわ。すげえ。鍾乳石を集めるのが大変かもしれないが、これをやる価値は十分にあるはずだぜ。7、TNT を起爆させない方法。TNT って一回着火したらもうどうしようもないよな。水かけラー爆風を防ぐことができるけど。でもね、面白い方法があるんだよ。この裏技は全部ネザーで行うからな。ネザーに行ったら、この画像の装置を作ってくれ。使うのは TNT1 個、ピストン1個、レッドストーンリピーター10個、適当なブロック1個、レバーカスイッチ1個。この装置ができたらまず TNT を着火させて、その直後にスイッチを入れて装置を起動させるんだ。すると、TNT は爆発する直前にネザーポータルに入れられて、オーバーワールドに入るぜ。すると驚くべきことに、TNT が起爆する直前の真っ白な状態になるんだ。すげえ、触れないようになっているんだが、釣り竿があれば動かせるんだわ。変な光景だな。最初は感動するし、釣り竿で散歩したり振り回したりするけど、これ触れることもできないし壊せないからな。どうしようもないんだわ。そこだけがちょいと面倒くさいな。ちなみにレッドストーンリピーターは、TNT が爆発するタイミングに合わせて、段階を変えてくれ。正直これ何の役にも立たねえな。8、チェストを守る方法。拠点とかにチェストは必ずと言っていいほど置くな。場合によってはすごい大事なアイテムを置くこともあるはず。でもこんなことないか？気がついたらクリーパーが近くまで来ていて、プレイヤーもろともチェストがドカーン。溜まったもんじゃねえよな。チェストの中に大量のアイテムがあって、一気に放り出されると処理落ちってこともあり得る。そうならないためにいい方法があるんだよ。チェストの前を掘って、チェストに水をかぶせるように水を流すんだ。すると、クリーパーがやってきて爆発してもチェストは無傷なんだよ。水だと爆風は防げるからね。でもプレイヤーに対しては爆風が届くから注意な。場合によっちゃ死んじゃうぞ。9、水中で TNT を起爆させてブロックも壊す方法。水中だと TNT の爆風が抑えられちゃうのは周知の事実だな。でも今や海底遺跡があったり海底神殿があるんだよ。海の中の探索も必須と言っていいわけ。そこでこう思わないかい？水の中でも TNT でブロックとか一気にぶっ飛ばしてって、やり方はあるんやでー。まずは水中で TNT を置いて、その周りと上を砂とか砂利で囲うんだ。一つの側面だけは着火するために必ず開けるように。で着火したら開けていた部分を砂や砂利で塞いで離れるんだ。そうすると水に影響されることなくドカーン。周りのブロックは一気に破壊されるぜ。邪魔なブロックをまとめて破壊したい時とかに使えるな。ただし、巻き込まれないように注意だ。10、ゾンビだけが渡れない橋。ゾンビはもうマイクラではおなじみの存在だな。家に入ってきたら嫌だよねー。なんとね、自分らプレイヤーは渡れて、ゾンビだけは渡れない橋が作れるんだよ。これできたら最高よ。まず土で適当に橋を作るんだ。その土の上にひまわりをまんべんなく植えていく。さらにそのひまわりの上に適当な色のカーペットを引いていくんだ。これで完成。プレイヤーは何の不自由もなく渡れるんよ。でもね、ゾンビがその橋を渡ろうとすると、なぜかくるくる回って通れなくなるんだよ。どういう理屈でそうなるのかはわからんぜ。とりあえずね、ゾンビの襲撃に悩んでいる人がいたら、こういう橋を作るのもありだよ。11、最強スノーゴーレム。雪ブロック2つとカボチャでスノーゴーレムが作れる。ある板場所には雪が発生したり、敵がいたら雪玉を投げつけてくれるな。そしてカボチャをハサミでくり抜いたら顔が見れる。かわいい。でもスノーゴーレムの雪玉ってダメージが0でノックバックするだけなんだわ。ゴーレムと比べて強いとは言えないな。そんなスノーゴーレムを最強にする方法があんだよ。まず召喚前にネザーラックで囲み、火をつけるんだ。そして真ん中にスノーゴーレムを召喚させるんよ。するとスノーゴーレムが投げた雪玉に火がつき、それを食らった敵モブは体が燃えるんだ。敵を引きつけてくれる上に敵を燃やして倒してくれるから、すごく心強い味方になるんだわ。たくさん設置すれば敵モブは侵入不可能になるだろうな。12、ピグリンの取引短縮方法。ネザーにいるピグリンは、金を渡すと何かアイテムをくれるな。たくさん取引したい時は、大量の金をピグリンに放り投げる人もいると思う。でもさ、そういう時って待ち時間長くね？金を吟味しているのか何なのか知らないけど、それを一気に短縮できる方法があるのよ。まずピグリンに大量の金を投げておく。そしたら金を拾ってじっと見つめ始めるから、
その間に、ピグリンの近くに粘着ピストンを置いてその上に金ブロックを置く。で、隣にレバーを置くんだ。レバーをオンオフ繰り返すとな、その度にピグリンが取引をやってくれるんだよ。なんでそうなるのかはわからん。猛スピードでオンオフ繰り返したらアイテムが湧き出る感じになって面白いぞ。かなりの時間が短縮できるから、急いでいる人はやってみるといいぜ。てかこの裏技めっちゃ面白いな。ピグリンどんだけアイテム持ってんだか。ほい、今日はここまでじゃい。個人的には最後のピグリンのやつがめっちゃ好き。早速やってみるかの。この裏技すげえやん。って思った人は、ぜひチャンネル登録してくれよな。俺こんなん全部知ってるしもっとすごいの知ってるわ。って人は、それをコメント欄に書いた上でチャンネル登録してくれよな。このマイクラまとめ局ではマイクラの知識や情報を動画で発信しているから他の動画も見てくれよな。それじゃあバイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画もまた見てね。